はい、皆さんこんばんは。寒い中でようこそおいでくださいました。歓迎いたします。賛美を今日も捧げていきたいと思いますが、最初に教会福音賛美歌48番、 All Give Thanks、 神様に感謝を捧げていきましょう。人生の冬を迎えていって、その先にもう一遍春を迎えていくためには復活の信仰を持たなければいけないんですけども、死でさえも新しい命の始めに変えられていく、その復活の命を一緒に歌っていきたいと思います。花が秘められ、さらぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日その時を誰かにが知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日その時を戦いが知る。命の終わりは命の始め。恐れは信仰に、死は復活に。次に変えられる永遠の朝、その日その時を戦いが知る。はい、驚くばかりの
踊る子が美濃を続けて歌っていきましょう。ありえないほどに全てをご存知で、全てを知っておられる、完全に知られているんですけども、それでもこんな私を、こんな私たちを、驚くばかりの恵みの中で許し、受け入れ、愛してくださっている、その恵みの神様を一緒に褒めたたえていけたらと思います。主を讃えよ、
なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみの冠を持て、私の衣装を良いもので満たす。主は良い捧げます。主は良いお方、主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみと冠を持て、私の良いもので満たす。主は良いお方、賛美を捧げます。主は良いお方、主は良いお方、賛美を捧げます。短くお祈りしましょう。天のお父様、2月になりました。そして明日はもう立春になります。神様、春が少しずつ近づいていることを覚えますが、まだまだ寒い日が続いております。神様、続けて私たちの心と体を守ってくださり、共に暖かい花咲き乱れる春を迎えていくことができますように、コロナや事故や怪我から続けてお守りくださることをお願いいたします。ウクライナの地ではもう1年経とうとしております。神様、どうぞこの大変な中にあるお一人お一人が一日も早く心からの安らぎを見つけることができますように、イエス様がそれぞれの地に置かれている一人一人を守り支えてくださることをお願いいたします。また、神様、高齢者の施設や病院の関係者、連日のように神様、次から次へと神様、命に関わる患者さんが運ばれてきたりしております。神様、どうぞお一人お一人の命を守ってくださいますようにお願いいたします。一緒に聖書の御言葉に意味を傾け味わっていきたいと思いますが、神様がどうか私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださり、イエス様が直接私たちの心に語りかけてくださり、一番深いところに見てを持って触れてくださって、そしてイエス様をより深く知ることができますように、この時を導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を口ずさみますと何かが起こります。何が起こる？とっても素敵なことが起こります。その約束されていることは旧約聖書の詩編の 1.2節3節に、記されています。主の教え、それが聖書ですけれども、御言葉とも言われますが、命の言葉とも言われますが、主の教え、聖書を喜びとし、そして好きな音楽を繰り返し繰り返し聞いたり口ずさむように、昼も夜もその聖書の教えを口ずさむ、思い巡らす、そして繰り返し繰り返しそれをリフレインさせていく人。リフレインって何？繰り返す。繰り返しのサビの部分、繰り返しがあるでしょ、リフレインって言いますね、その人は流れのほとりに植えられた木と約束されています。流れのほとりに植えられた木、それは将来が保証されています。
時が来ると必ず実を結ぶことができる人生が約束されています。時が来ても実を結べない人生というのは一番辛い人生だと思います。一生懸命私なりに頑張ったのに何も良いことがなかった、それは本当に落ち込んでしまいます。私がどんなに頑張ってもやっぱり私はダメだと落ち込むことになります。でも時が来て一生懸命頑張ったことが無駄じゃなかった、確かに良い実を結ぶことができた、良い結果を見ることができた、それは本当に喜びだと思います。全ての苦しみを忘れるほどに喜びが訪れます。実を結ぶ人生が保証されています。そしてその葉は枯れず、あのクリスマスツリーのようにもみの木のようにエバーグリーン、いつまでも青々とした緑の葉っぱを蓄えている、枯れて落ちていかない、枯れてんじゃん、その葉は枯れず、私たちの人生にみずみずしい命を絶えず与えてくださる、そのことが約束されています。どんなお化粧品をつけているよりもアンチエイジングの、その美しさが枯れない、そのことが保証されているでしょう。そのなすことは全て栄えるとまで言われています。やることなすこと全て裏目に出ない、やることなすことその趣味とか細かい興味関心にとってもそれが全部無駄じゃなくなる。例えば私が浜田省吾さん大好きとかですね、あるいは登山山登りが好きとか、それも無駄になってないんですよね。その関係で、いろんな素敵な方々が教会に来てくださるようになったりしております。皆さんもいろんな興味関心があると思います。その全てが無駄ではなりません。猫ちゃんが好きな人は猫ちゃんの好きな人の中で福音を伝えることができるようになっていくでしょう。どうやって？猫派と犬派がいるのでちょっとあれですけど、ワンちゃんが好きな人はワンちゃんがですね、その福音宣教の証のきっかけになっていくかもしれません。猫はそのなすことは全てそうです。猫ちゃんももちろんそうです。はい、そしてこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100、ロバート・ J ・モーガーさんの本も順番に読み進めています。人生の旅を聖書とともに歩むならば、その旅はとっても素敵な旅になっていきます。素敵な仲間がどんどん増えていきます。一つ目の言葉、創世記一章一節の言葉です。はじめに神が天と地を創造された。偶然に存在しているわけじゃない。デザイナーさん、メーカーさん、クリエイターさん、作り主さんなる神様がその全てを始めてくださった。創造された何もないところから美しい花や、また美味しい食べ物や、また動物、植物、そして私たち人間を作ってくださいました。どうやって？空を飛ぶ鳥たち。人間は土地の塵から土から作られたと言われます。アダマはと言います。土地の地、はい、人間の体の成分は土と同じです。ほとんど水分なんですけども、その他はかなり血液が多かったりとかですね、鉄分だとかカルシウムだとかカリウムとか、それ全部土の成分なんです。神様は土を作って私たちのこの肉体を備えてくださり、そこに神様の命の息を吹き込んで私たちを生き物としてくださいました。人間は神様の最高傑作として作られました。もちろん愛されるためです。一緒に神様と共に素敵な人生を生きていくために作られて招かれました。生まれてきたのは偶然じゃありません。今生きているのも息をしているのも偶然ではありません。神様があなたを作られた、そして生かしておられる。では神様は天地を作られる前にどこにいらっしゃったのか。分かんない。初めに言葉があったと聖書は語ります。ヨハネの福音書1章1節です。先ほどの創世記1章1節ととても似ています。でも創世記1章1節よりももっと遡って、天地を作られる前に神様はどのように何をなさっていたのか。初めに神の言葉がイエス様がありました。神の言葉イエス様は父なる神と共におられました。そして神の言葉であるイエス様は神であったと聖書ははっきり語ります。言葉は神であった。父なる神様の愛する一人息子、たった一人の神の一人子であるイエス様は神の言葉と呼ばれます。クリスマスに私たちと同じ人間になって生まれてくる前から、天地が作られる前からイエス様は存在しておられたんです。神様ですから。イエス様は父なる神様と一緒にこの天と地を作られた神様なんです。あなたの作り主さんなんです。
多くの人はですね、クリスマスにイエス様が生まれてきたんでしょ、それまではイエス様いなかったんじゃないのっていうふうに言った方がいるかもしれませんが、そうではないんですよね。実はあの BC ビフォアクライストとかって言うんですけども、でも厳密に言うとクリスマスの前からクライスト、イエス様、救い主さんおられるので、 BC という時代は実はなかったというふうにも言えるでしょう。 BC って何？紀元前って言うじゃないですか。今2023年でしょ、うん、その前は紀元前何世紀とか何年とか言いますよね。イエス様が来られる前の、人として来られる前、クリスマス前のことが BC、紀元前と言われます。イエス様が来られたから2023年って今数えてますよね。それは大きなことです。世界の歴史がその時にイエス様の誕生を境に、世界がその時歴史が動いたんです。旧約の時代と新約、新しい時代と全然違う時代になったんですよね。本当に救い主が来られたんです。それがクリスマスです。ヨハネの福音書1章14節はクリスマスをすごく短い言葉でまとめています。神の言葉であるイエス様は人間となって、肉体となって、私たちと同じ生身の人間となって私たちの間に住まわれた。この地上に天地を作られた神様が降りてこられたんです。宇宙を作られた神様が私たちと同じ人間になって来てくださったんです。それほど私たち人間を愛して、その愛を通しても伝えたかった。一人でも多くの人を天国に招きたかったのであります。言葉は、神の言葉は人となって私たちの間に住まわれた。ナザレのイエスという方、クリスマスに生まれたイエス様はただの最も偉大な人間ではありません。人となられた神ご自身なのです。言葉は私たちの間に住まわれた。私たちはこの方イエス様の栄光を見ました。神様の栄光です。神様の優しさです。天の父なる神様の身元から来られた独り子としての栄光、たった一人の愛する一人息子が天のお父さんの愛を携えて来てくださいました。この方は恵みと誠に満ちておられた。無条件の愛と嘘つかない愛に満ちておられたわけです。そして神は実に、天のお父さんは実にその一人子をお与えになったことに、あなたを愛されたんです。世を愛されたんです。そうですね、ヨハネの福音書3章16節。もうありえない、考えられないほどの大きな愛です。これ以上の愛はないんですね。これ以上大きな愛はないんです。愛するたった一人の一人息子でさえも罪人である私たちのために与えてくださる、それは本当に とてつもない愛です。たった一人しかいない、その息子を与えたら他に子供がいなくなっちゃう、代わりがいないんです。でも天のお父さんはあなたを愛されるあまり、大切な大切な大事な大事な愛する一人息子をあなたのために死に渡されていくんです。十字架の死と十字架の苦しみへと引き渡されていきます。それが一人をお与えになったほどにというほどの、ものすごく激しい神様の愛です。徹底した、ものすごく厳しいというふうにも言えるでしょう。イエス様にとっては、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、天のお父さんともう呼べない、本当に罪人として十字架でその罰を受けていく、罪人の身代わりに全部の罪を背負わされて、その神様の怒りを全部受けなきゃいけない、その大きなとてつもない愛がここに書かれています。そこには目的があります。どうして神様は愛する一人息子でさえも与えてくださったのか、それは御子イエス様を信じる人が、信じる者が一人として滅びることなく、一人として滅びることなく、永遠の苦しみではなくて、いわゆる地獄というところじゃなくて、永遠の命、永遠の命を持つため、天国へのパスポートを持つため、国籍が天にあるため、天のふるさとに行くことができる神の子供となるためでありました。実に聖書の中にこの永遠の命というものが大きなテーマで語られています。聖書はどうしたら永遠の命を持つことができるのか、それを私たちに教えてくれている本です。こんな本、これしかありません。
あのジョニー・ディップさんでしたかね、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、あの海賊でさえもですね、永遠の命を探し求めますよね。でも永遠の命は実は聖書の中にあるんですよね。そしてイエス様のもとにあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと聖書は本当のことを語ります。どんなに優しそうな、どんなに立派な、立派そうに見える人がいたとしても、神様の目から見たらみんな罪深い罪人です。自分で自分を救うことができません。どう頑張っても、どう修行して努力して、血のにじむような頑張りをしても自分で自分を救うことができません。神の栄光をそのままでは受けることができず、そのままでは天国に入ることができません。罪を持ったままだと死がその報いとして、報酬として来るだけです。罪の報酬は死です。罪を持ったままだと必ず死に至る、死ななければいけないということです。どうして人間に死が入ってきたのか、罪を犯してしまったからです。神様から、命の源である神様から離れて、神様なしで自分だけで生きていけると勘違いしたからです。本当は命の源である神様と一緒に結びついて生きる、それが私たち人間の存在でした。でも人間は、私は神様いなくても生きていけます、神様いない方がもっと自由に、もっと楽に、もっと幸せになれるんです、神様なんかいりません、さようならと言って自分を神様から切り離して、そしてそれが神様なしで生きることを罪と言いますけども、その時私は速やかに死を迎えていくことになりました。ブドウの木につながっていた枝がちょん切られると、枝だけでは速やかに枯れていって死にます。命がなくなっていきます。同じです。私はブドウの木、あなた方は枝ですとイエス様はおっしゃいますが、枝でしかない私たちがイエス様から木から切り離されると速やかに枯れるしかないんです。どう頑張っても良い実を結ぶことができません。速やかに枯れていくだけです。それが死というものです。しかし神の賜物、神のプレゼント、ギフトは永遠の命ですと聖書は語ります。永遠の命は神様のプレゼントなんです。つまりありがとうございますと言って受け取るだけで手にすることができるものです。それが賜物、ギフト、プレゼントです。代金は全部神様の方で支払ってくださっていますから、ありがとうと言って受け取るだけで、マジっすか、こんなものもらえるんですか、アーサス、ありがとうございますと言ってですね、受け取るだけで手にすることができる、それが永遠の命だと言われています。神の賜物、それは難しい日本語ですけども、分かりやすく言うとプレゼントです、ギフトです。お金払う必要のないもの、ありがとうって言ってそのままもらえるもの、誕生日プレゼントとかそういうものと同じです。お金払わなくても素敵なものが手に入ります。その素敵なものが永遠の命です。永遠の命、世界で最高のクリスマスプレゼントは永遠の命と言っても良いでしょう。だからクリスマスにはプレゼントを皆さん送るんですよね。その一番の源は、神様が愛する一人息子を永遠の命を与えてくださった、そのプレゼントに源を走っています。じゃあローマ人の手紙の5章8節を見ますと、どういうふうにして神様はその永遠の命の代金を支払ってくださったのか、私たちの罪の借金を全部肩代わりしてくださる方法がありました。これしかなかったんですけども、罪のない、全く罪を犯さない愛する一人息子のイエス様が、私たちと同じ罪人の立場に立って、私たちの罪を全部なすりつけて背を押されて、その病気や恥や失敗や過ちを全部身代わりに受けていく、そして十字架の上でキリストが私たちのために死なれる、その罰を全部受ける、そのことによって神様は代金を全部支払ってくださったんです。完了したという言葉がありますが、それは借金は全部返済したという言葉です。十字架の上でイエス様が語られた言葉の一つですが、完了した、あなたの罪の借金は全部返済したからね、もう私を信じるだけで全ての罪許されるよ、それがイエス様のなされたことです。キリストがあなたのために死なれた、そのことによって神様は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神様は命を懸けてあなたのために身代わりに死ぬほどに
あなたを本気で本当の愛で愛しておられる方です。もう全部代金は支払われています。私たちの側で一生懸命頑張って代金を支払う必要はありません。ですからただ信じるだけでいいというのです。なぜならもしあなたの口でイエス様を主と告白し、イエス様が神様です、イエス様が私の救い主です、キリストですと告白し、あなたの心で神様はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、イエス様は3日目によみがえられて今も生きていらっしゃるんだ、本当の救い主なんだ、死からも私を救ってくださる方なんだと信じるなら、あなたは本当に救われることができます。ただそれだけです。ただ信じるだけで永遠の命をあなたも受け取ることができると聖書は語っています。とってもとても大切なことですから繰り返し語られます。人は心に信じて義と認められます。信仰義人と言いますが、ただ信じるだけで神様の前に罪なし、あなたは本当に正しい人ですと認めて反抗してもらえるようなものです。そして口でイエス様を信じます。イエス様が私の罪のために身代わりに十字架で死んでくださったことをありがとうございます、よみがえって生きておられることを感謝します。口で告白するだけで救われるのです。すごくシンプルで簡単ですけども、でも簡単すぎて迷われる方というかですね、ためらわれる方が多いかもしれませんが、でも救われるためには本当にシンプルです。どうしようもない罪人が救われるにはただ信じるしか道はありません。一生懸命頑張ってふさわしい立派な人間になったら救ってあげようという、そういう教えだったら誰も救われなくなるんですね。そういうことです。で、聖書は人間が勝手に作り出した作り話ではありません。神の霊感によるもの、神の聖なる神の霊、ホーリースピリット、聖霊という呼ばれる方ですが、その方の導きの中で書かれた、書き記された神の言葉です。すべて実話ですし、歴史的な事実ですし、そして科学技術では確かめることもできないようなこともたくさんありますが、でも多くの証人がおられます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。嘘は一つも書かれていません。戦争中ですね、多くの嘘が子どもたちに教えられていきました。でも戦争が終わった後にその教科書に全部墨が塗られて、今まで教えていたことは嘘でしたという話になりました。そうです。それでですね、戦争の中で、戦争中は学校の先生をしていた三浦綾子さんという方は、戦争終わった後にその自分が一生懸命真剣に教えていたその教科書に全部墨を塗らせなきゃいけなくなった、全部嘘だったっていうことになって、もう何信じていったらいいか分かんないっていうことで、すごくもう死にたい思いになってしまったんです。何度も自殺未遂をしました。でも助かって、そしてなんとですね、病気になるんですけども、寝たきりになるんですけども、そこに本当に優しいクリスチャンの青年が現れてですね、真剣にお祈りしてくれて、牧師さんも来てくれて、そしてやがてイエス様を信じていくことになります。そしてその病気も癒されて、そして自分に与えられているそのことって何かな、自分しかできないこと何かな、あ、そうだ、私は本が好きだし書くことも好きだった、朝日新聞になんか懸賞がある、私も一生懸命小説を書いて応募してみようって言って応募したんですよね。そしたら見事に当選して、そしてその後三浦綾子さんは作家の道を歩んで、多くのたくさんの本を書き記してくださっています。私も三浦綾子さんの書いた潮刈峠という本を読まなければ聖書を読むこともなかったでしょう。牧師になることもクリスチャンになることもなかったと思います。でも三浦綾子さんの本はですね、多くの人にこの聖書に嘘が書いてないということを、聖書に本当に素晴らしいことが書いてある、本物の愛が書かれている、人生の目的とか生きる意味とか、どこから来てどこに行くのかとかですね、死んだらどうなるのか、そして天国に行くにどうしたらいいのか、罪が許されるためどうしたらいいのか、そのことが全部書かれてあります。ありとあらゆる人に有益な本です。この御教えの書、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、先ほどの詩編の一編と似ていますね。そのうちに記されていることすべてを盛り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄える。
とそこまで言われています。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。お金蓄えるよりももっと素晴らしいことです。聖書を心に蓄えていく、聖書を貯蓄していく、あなたの前に罪あるものとならないために、分かっていてやめることができる本当の自由を得るために、依存症から解放されるために、聖書の言葉を一つ一つ心に蓄えると、それがブレーキになります。急ブレーキがかかります。これ以上のことしちゃいけないんだ、結婚前にこんなみだらなことしちゃいけないんだ、そこでブレーキがかかります。ブレーキかからないととんでもないことになっていきますけども、神様の前に罪であるものとならないために、もう二度とそういうぐちゃぐちゃのことをしたくない、もうそういうことをそこから足を洗いたい、そこから抜け出したい、私は本当に愛のある優しい人になりたい、そのためには聖書の言葉を一つ一つ心の中に蓄えていくことしか道がありません。とっさの時には聖書開けませんから。で、誘惑ってすぐ来ますからね。で、急ブレーキかけなきゃいけない時に心の中に聖書の言葉がないとブレーキないのと同じです。そのまんまずるって滑ってですね、さーって息つくところまで行ってしまいますからね、大事故になります。人生にはたくさんの凍りついたような路面がたくさんありますから、つるつる滑り始めるんですよね。少々スタッドレスのようなものを持っていてもですね、持ちこたえることができます。そのままスーッて行ってしまいます。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。聞き流すのではなく、右で聞いて左に流すのではなく、あ、そうですか、なんかいい教えですねみたいな感じで、ただ聞き流すのではなくて、心に留めていく、心に受け止めていく、心の中に聖書の言葉が根ざしていけるように、興味関心を持って集中して、そしてそれに思いを向けていく、そのことがどうしても必要なことです。私は牧師さんもしているんですけども、毎週日曜日にはお話をします。で、すごくいつも不思議なことを体験するんですよね。同じメッセージを語るんですよ。でも、ある人は本当に祝福されて喜びに満たされて帰っていきます。でも、ある人は全然なんか来た時とは変わらない、もっとなんか暗い顔して帰っていく人もいたりしてですね、で、ある人は本当に救われて洗礼を受ける決心をしたりします。ある人はなんか喜びのない、悲しいような顔をしてとことこと帰っていかれます。何が違うんでしょうか。やっぱり心の受け止め方だと思うんですよ。心を開いて神様の前に謙遜に、主をお語りください、しもべは聞いておりますと、神様に本当に身を低くして求める心があるのかないのか、聞く耳があるのかないのか、本当に神様の生ける御言葉を聞きたいと下に求めているのかどうか、その聞く耳がなければ、心に留めることがなければ、何も意味がありません。神の言葉が素通りしていくだけです。組み固められた固い道端に落ちた種のように、すぐに悪魔が来てその御言葉を取り去っていきますから、何を牧師がメッセージしたのか覚えてないまあそれは時々あることですけど、よくあるかもしれませんが、夕方になると何を牧師がメッセージしたか分からない、まあ、それでもいいかもしれませんが、もう繰り返し心に留めていくことがどうしても必要になってきます。それは柔らかい良い土地です。聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様はおっしゃっています。そして信仰継承、もう一番の近道は親がとにかく歩く聖書になるということです。家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、ブツ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 聖書の言葉をいつも語っている人、そうすると門前の小僧、習わぬ経を読むじゃありませんけど、クリスチャンホームの子供、まあホームじゃないかもしれない、親が一人だけクリスチャンであるかもしれないし、家族の中で一人だけ信仰を持っているという人もいらっしゃるでしょうが、でもその一人が家の中でもどこでもとにかく聖書の言葉を口ずさんでいるならば、流れのほとりに植えられた木のようにその歩みをしていらっしゃるならば、聞きたくなくても聞こえてくるんですよね。私の母は創価学会の信仰を持っているんです、今でも。それでですね、ご本尊というものに座ってですね、一日にこう何時間か題目というものをあげるんですよね。で、そのなんかお経みたいなのずっと聞かされるんですよ。もう同じ部屋でですね、ずっとなんかこうやって手を合わせてそう、ね、拝んで
一生懸命こう何十分も何十分もそのお経を唱えるものですから覚えるんですよね。覚えたくなくても覚えましたよ。でも一番素晴らしいのは聖書の言葉を親が毎日毎日口ずさんで、あの聞くドラマ聖書でもいいですよ、あの何かに喋らせてスマホにも喋らせてですね、そしてその聖書の言葉を一緒に聞ける、聖書のシャワーの中に御言葉が聞ける空間の中に一緒に過ごす。で聞きたくなくても聖書開けなくても聞こえてくるとやっぱりどこかで引っかかりますよ。心のどこかに片隅に必ず残ります、聖書の言葉。そしてその子が一番大変な時に、あ、そういえば聖書にあんな言葉が書いてあったっていうふうに聖霊がその御言葉を思い出させてくださいます。でも聞いたことがない言葉を思い浮かべることはできないでしょう、おそらく。ごくたまに超自然的な形で一度も聖書を読んだことがない人が聖書の言葉が響いてくるということがありえますけれども、そういうのはめったにないです。やっぱり小さい頃に教会学校に行ってたとか、幼稚園キリスト教の保育だったとか、ミッションスクールに通ってたとか、そういうことの中でどこかで昔、何十年も昔聞いた言葉がある時蘇って響いてくるんですよ。で親がもううるさいって言われてもですね、ブツクサブツクサ聖書を朗読すればいいんですよ。聞くドラマ聖書を読めばいいんです。で暗唱成功を試みて何回も何回も読めばいいんです。そうするといやいや、でも心の中に聖書の言葉が少しずつ蓄えられていくかと思います。そして祈っていくならば、神様がその子に働いて悔い改めにまた信仰に導いてくださると信じます。神の言葉は生きていて力があります。本当に人を変える力、人を救う力があります。生きる力です。物鼻の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、鋭く心の中の動機を問われます。そして心の思いや計りごと、何が神様に喜ばれる本当に幸せになれることで、何が神様に喜ばれない不幸になることなのか、それを見分けることができます。そうすると賢い素敵な人生を選び取っていくことができるようになるでしょう。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。もう神様あなたの味方ですから、神様助けて、イエス様助けてと飛び込んでいくことができます。その懐に助けてということはすごく一番勇敢な言葉だとある本には書いてありました。今まであなたが言った一番勇敢な言葉は何、勇ましい言葉は何、助けて。これはすごい言葉です。あの最近ですね、世界中で売れてる本があります、絵本があります。僕、モグラ、キツネ、ウマっていう絵本見てますか。あの今ネットとかでもですね配信されていますから、ね、僕、モグラ、キツネ、ウマ猫は出てこないですね。でもその方はワンちゃん飼ってたりするみたいですけどね。あのその絵本の中にこれ書いてあるんですよ。今まででであなたが喋った言葉の中で一番勇敢な言葉って何だったの？助けてっていう言葉。誰かに向かって本当に助けてっていうことは、それはすごく大切なことです。それを言えるか言えないかで本当に人生の分かれ目になることがいっぱいあります。一人で悶々と悩んで誰にも助けを求めないで、そして誘惑に負けて知恵と誘われている人がいっぱいいます。でもどこかで助けてって本音で言えるならば、その時に大きな助けを受けることができるようになっています。何よりも人ではなくて神様に助けてっていうことができるならば、それこそが祈りです。もう最高の祈りです。イエス様助けて、これ以上に素晴らしい祈りはありません。イエス様助けて、今誘惑に負けそうだから、イエス様助けて、もう本当に死にそうだから、イエス様助けて、自殺しそうだから、本当は死にたくないんですよ。だけど死へと誘われるんですよ。それが悪魔です。あなたを死から命に、命から死へと誘うものが悪魔です。悪です。悪というのはイービルですけども、それはライブのひっくり返したものです。生き生きとした躍動する命をあなたから奪っていくものが悪です。
世の中には悪い霊がたくさんいますから、悪霊とか汚れた霊と言われる悪い霊がたくさんいますし、悪魔も実際存在しますから、吠えたける獅子のように吠えたけるライオンのように食い尽くすべきものを探してうろ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 していますよ。餌になりそうな、カモになりそうな罪人をいっぱい探してますよ。でもその時にイエス様助けてください、イエス様今助けてください、もう私いろんな時にすぐ祈ります。これはすごく勇敢な、一番勇敢な言葉なんです。助けてって言えるということはまだ生きたいんですよ。本当に助けが必要だっていうことが言えるということは、それこそが問題を真剣に受け止めてそれに立ち向かおうとしている一番勇気のある言葉なんです。折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこう。イエス様今助けてください。ぜひ祈ってみてください。もう SOS ですからね。もう緊急事態の時にもうすぐイエス様助けて、これをぜひやってみてください。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてください。これは 100% 聞かれる祈りの条件です。どんなことを祈ってもいいんです。でも神の御心に従って願うならば 100% 聞かれます。100発100中になります。神は聞いてください。 100%、 これこそ神に対して抱いている確信だと言われます。で、私たちが願うことは何でも御心にかなうならば、神様が 100% 聞いてくださると分かるなら、すでに願い求めたことをすでに手にしていると、神様感謝しますと感謝先取りをすることができます。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。何度も申し上げていますが、死んでからの命というだけではありません。今すでに生きることができる永遠の命です。それはイエス様のうちにあります。イエス様を信じ受け入れるときに永遠の命も与えられるという素敵な人生が始まっています。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていません。イエス様を持つ者は永遠の命を持っており、イエス様を持たない人は永遠の命をまだ持っていません。皆さんはどちらでしょうか。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、イエス様を信じ、また私を信じなさい。天の父なる神様の家には、天のふるさとには住むところがたくさんあります。あなたの居場所もあります。あなたの居場所を用意しに行くために、イエス様は十字架にかかり死に、よみがえられ、天に上げられ、そしてそこからもう一度来てくださいます。私が行ってあなた方に場所を用意したら天国に、また来ます。また来てあなた方を私のもとに天国に向かいます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。私はあなた方に平安を残します。シャロームと言われますが、嵐の中でも得ることができる平安です。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。信じるというのは信頼するということと同じです。信頼して自分の大切なものを、自分自身を、自分の命を全部信頼してお任せする、それが聖書の言っている信仰です。今皆さんが座っていらっしゃる椅子があるとすると、皆さんはその椅子を信頼して全体重を預けています。この椅子をイエス様だと考えてください。イエス様を信じるということは全体重をイエス様の上に信頼して乗っけるということです。委ねるということです。自分自身を全部丸ごとイエス様にお任せする、それが信頼です、信仰です。その時に本当に全く平安に守られます。何が起こっていても大丈夫っていう平安が与えられます。夜寝れない時、夜寝れないほど不安な時、ぜひやってみてください。イエス様の上に全部お任せします。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼、それはイエス様ですが、イエス様への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に鞭で打たれて肉が裂けました。その打ち傷の上に私たちは癒された。私たちは皆、私たちは全員羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。
迷える羊で、それが罪人の姿です。どこから来てどこに行くか分かんない、何のために生きてるか分かんない、何のためにお仕事するか分かんない、もうどうしたらいいか分かんない、何したいかも分からない、さまよっています。うろ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 と、そして自分勝手な道に向かっていく、自分のやりたいことしかしない。しかし主はそういう私たちの自分勝手な自己中な私たちの全ての罪を、過ちを、恥を、失敗を全部彼にイエス様の上に負わせたんです。そしてあなたを罰して、あなたを見捨てる代わりにイエス様を見捨てて、イエス様を罰していかれたんです。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの上にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生きる望みを持たせてくださいました。イエス様は今も生きておられます。感謝しつつその主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深くその恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。神様に近づくキーワードは感謝です。主は私たちの神を、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。なぜかというと、あなたが、主はあなたが万物を、天と地を創造されました。私も大好きな猫ちゃんもワンちゃん、御心の家にそれらは存在し、また創造されたのです。素敵なお花も、おいしい食べ物、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ローマの8章28節は特別な言葉です。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、教会に導かれた人のためには全てのことが共に働いて益となる。マイナスに思えることも全部プラスになる。そのことを私は知っています。失敗が成功に変えられていきます。弱さが強さになっていきます。私自身があなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではないよ、不幸になるための計画じゃないからね、平安を与える計画だよ、将来と希望を与えるためのものだよとイエス様は約束しておられます。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、互いに関係を持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてください。この板は赤いんですけども、イエス様の血をイメージしているんですよね。2個イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。イエス様の 血が本当に私たちを清めることができる力を持ったものです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、これが一つだけの条件でしょう。もし私たちが素直に自分の罪を認めて、あ、確かに私はそんな罪を悪いことしましたって認めて、それを言い表すなら、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださいます。どんなとんでもない罪であって、それだけではありません。私たちを全ての不義から、全ての悪いものから清めてくださいます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道全てにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道、出口も備えてくださいます。いつでもすぐそばに出口が、エスケープルートがあります。あなたの思いを主に委ねよ。主があなたを支えてくださり、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなされない。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい出会いです。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで、
神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。自分に関することについては、できる限り全ての人と平和を保ちなさい。一人一人イヤイヤだからでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を下げずむ。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に聖霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて、私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。あ、ピリピがやってきました。ピリピの4章の、この4節からの言葉が今日も続いていきます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。苦しむ時にそこにある助けです。一番近いところにいつもイエス様おられるので、そのイエス様に助けてという中で優しい心をいただけるようにしていきましょう。そして今日その62です。ビリピ人の手紙4章6節、聖書をお持ちの方は新約聖書のちょっと後ろの方にありますね。ピリピの4の6、あのヨーロッパで最初に教会ができたところですね。ピリピというマケドニアの地域ですけども、ピリピの4章の6節を開いてみます。そうしますと新改訳2017ですと、こんな言葉が記されていきます。何も思い煩わないで。これが最初の言葉です。何も思い煩わないで。何も思い煩わないで。あらゆる場合に、あらゆる場合です。いかなる時にも。感謝を持って捧げる。やっぱり感謝がキーワードになります。感謝を持って捧げる。祈りと願いによって。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願い。祈りと願いですけど、感謝を持って捧げる祈りと願い、それはとても、自分自身が思い煩いとか心配から解放される一番の秘訣です。感謝というのは足りないこととかダメなことを探すのではなくて、神様の良くしてくださったことを探し求めるということですから、希望が出てきます。絶望的な中でも、あ、神様は私にこんなこともしてくださっている、こんなこともしてくださっているというのが発見されていくと、その時すでに喜びに満たされて、環境の奴隷になっている状態から、そこから解放されていきます。感謝は一つの大きく羽ばたいていくことができる祈りと願いにつながっていきます。思い煩いから抜け出すためには、感謝を持って捧げる祈りと願いです。そしてそれはどういう願いでしょうか。あなた方の願い事を、そうです、それぞれにその時必要な願い事があります。神様、今頭痛いです、なんか熱出てきました、コロナかもしれませんという時には、そのことを祈ればよいのです。神様、今不安で仕方がありませんとか、神様、本当に今こうなんか自分の体を傷つけたくなって、もうなんかリストカットとかしそうなんです、神様助けてください、
これ以上自分の体を傷つけたくないんです、その願い事を、具体的なその時必要な願い事を神様に知っていただきなさい。もちろん神様は願う前から全てを知っています。でもそれを自分の言葉でイエス様に声に出して言うことはとても大切なことです。そのことによってイエス様に話しかける、そうするとイエス様からの語りかけが来ます。何も思い忘れないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。あ、本当に神様は私のことを分かってくださっているんだ、誰も私のことなんか分かってもらえないと思ってたけど、イエス様だけは私のこと分かってくれてるんだ、分かってくれたんだということが体験されると、もう本当に解放されます。あのゴスペル、黒人霊歌の歌の中にですね、 Nobody knows but Jesus という歌があります。 Nobody、 誰も知らない、誰も私のことなんか知らない、親でさえも知らないし、親しいマブダチとか親友と言われる人も多分私のこと知らない。今私がこんなに悩んでいること、こんなに苦しんでいること、こんなに悲しいこと、それを誰も知らない。っていう多くの人が思ってますよね。誰も私のことなんか分からない。分かってたまるかみたいな。あなたのことよく分かりますなんて言ってほしくもない。そんなね、知ったかぶりをしてほしくもない。知ってたまるか、この私の大変な状況、誰も分かるはずがないじゃないか。私しか分からないわよ。でも、そのどん底の中で、でもイエス様、本当に私今苦しいんです、助けて、イエス様本当に私絶望的なんです、望みがありません、もう生きる力もなくなっちゃいました、なんか全てのやることなすことが全部裏目に出て全部意味がなかったように、私がやることは全部意味がないかのように感じてしまいます、助けて。そういうふうに具体的に自分の思い煩いを心を注ぎ出すようにして言葉に紡いでイエス様に吐き出していくんです。もう 3.11 がまた近づいてきました。実際に体験した人はもうあの津波の映像をちょっと見ただけでもうトラウマになってですね、もうあの時の恐れとか不安とかもう恐ろしいものに蘇ってくるでしょう。大切な愛する人を亡くしていれば亡くしていればほど、なぜあの時私だけが、そして私がもうちょっと何かやっていれば助けることができたんじゃないかとかっていろんなことがもういつもかかってくるでしょう。そして福島は、東北地方太平洋沿岸は速やかに国から忘れられつつあります。そういう中で次から次へと忘れられてしまいます。本当に真剣な祈りを、苦しむ時にこそそこにある助けであるイエス様にぜひ祈ってほしいのです。祈るということ自体が信じるということです。信じることがなければ祈れないんですよ。祈りを聞いてくださる方がいると、そう信じるからこそ神様助けてって言えるんですよね。でももはや神様を信じることができなくなったら祈りも出てこなくなります。単なる独り言になりますから、本当に神はいないんだって決めつけちゃったら絶対祈らないですよ、祈れないですよ。でも本当に神様いるんだったら、この私の祈りに応えてくださいよって、そんな風にそのどん底の中で祈る、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、尋ねなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますと聖書は語ります。求めないものに神は現れないのです。でも求めるものには誰にでも神様は現れてくださるんです。神様本当にいるんだったら私に分かるように現れてください、私に分かるように、はっきり分かるように何か起こってください、起こしてくださいって祈ってください。そういう祈り絶対聞かれますから、もう否定できないような形で、本当に神様生きておられるんだ、嘘じゃなかったんだ、この聖書に書かれていることは嘘じゃないんだっていうことが分かってくると、もう人生変わります。本当に全然変わります。神様に出会うことが
その出会いが決定的にあなたの人生を変えていくことができます。人生は出会いで決まりますが、素敵な人との出会いももちろんそうですが、それ以上に神様との出会い、作り主さんと出会っていくこと、それが決定的にあなたの人生を大きく良い方へと変えていくことができる素敵な出会いになっています。そのためには信仰を持って祈り願う必要があります。神様、その本音で祈るんです。神様、今本当に誰も信じられませんとか、神様本当に人の目が気になって仕方ないです、いつも監視されているように思いますとか、変ななんか妄想がなんかこういろんな脅迫のような言葉が聞こえてきますとかですね、そういうこともあるでしょう。脅迫神経症と言いましょうか、そう、もういろんな心の病になってくるとですね、もういろんなことで自分がこう悪口言われてるんじゃないかとか、自分のことを悪く言われてるんじゃないかとか、もう否定的なことがいっぱい出てきます。自分の心でさえも自分自身にもう諦めるよって言い始めるかもしれません。何やってもダメだよ、お前の人生もう終わってるんだよって自分で自分を言うかもしれません。自分で自分をけなしていくというか、 最終的に自分で自分を死に追いやっていくというか、そういうことが起こるんですよね。さっきの絵本はそれにも出てくるんですね。心は時に嘘をつくというか、あなた自身も攻撃してくるんです。お前なんか何やってもダメだろって自分で自分を言い始めるんですよね。攻撃し始めるんですよ。そしてもう私はとてももう一生懸命頑張ってきたけど、もうこれ以上は進めないっていうふうに諦めてしまうことが起こるかもしれません。でもその時にこそ、神様助けて、今私本当に生きる力なくなりました、もう立ち上がることもできません、うずくまることしか、うつむくことしかできません、助けてください、もし人生に意味があるんだったらその意味を教えてください。何のために私が生まれてきたんですか、何のために仕事をするんですか、何のために勉強するんですか、どうしてこの辛い人生を生きていかなきゃいけないんですか。その一つ一つの願い事を、自分の思いを全部神様に申し上げればいいんです。不平不満でもいいでしょう。どうして私だけがこんなに苦しまなきゃいけないんですか。とにかくその願い事を神様に知っていただくということが初めの一歩です。イエス様は全部受け止めてくださいます。本当にお優しい方です。私時々愛がないなと思いますよね。妻がですね、なんかちょっとこういろいろとこうなんか、なんかこうなんかいろんなことを言ってるとですね、ある程度は聞けるんですけど、なんかそれが多くなってくるとですね、ちょっとごめんそれ以上聞けないとか言ってですね、遮ってしまうことがありますよね。でもイエス様はそれはないです。イエス様は本当に愛なる方ですから、あなたがどんなに愚痴を言っても弱音を言っても不平不満やつぶやきやその全部言ってもですね、やり場のない怒りを、言葉にならない苛立ちを全部ぶつけても、神様イエス様は全部それを受け止めてくださいますから、誰かに吐き出すよりはイエス様に全部吐き出した方がいいです。そうしないと絶対爆発しますからね、ぶち切れますよ。ですから溜め込んでいると恐ろしいことになります。気がついたら誰か殺してるかもしれませんね。恐ろしいことになります。ですから小出しに出すのがいいです。願い事、神様もうあの人はもう なんであの人にあんなこと言われなきゃいけないんですか、なんとかしてくださいあの人とかですね、もう全部その具体的に今悩みの種、今心配していること、今一番心が痛んで苦しくてどうしようもないその問題、それを全部神様に知っていただくために心を注ぎ出して祈るんです。吐き出すんです。心を注ぎ出すんです。そうするとビフォーアフターが違いますよ。旧約聖書の中にハンナさんという人が出てきますけども、サムエル君のお母さんにされた人ですが、サムエル記第一の一章あたりに出てきますね。そこを見るとですね、ハンナさんという一人の女性が本当にもううつ状態になりかけている、もう情緒不安定で、もううつ状態で、もう早く死にたい風にとらわれているようなこの奥さんが出てくるんですね、夫人が。もうねち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 と言ってほしくないことを言ってくる、傷口に塩を塗ってくるようなひどい意地悪な人もいるんですよ。でご主人、旦那は何の助けにもならない。
何の助けにもならない。お前のこと愛してるじゃないかとか言うんですけど、全然分かってくれない。分かってくれない。それでもその女の人はですね、もう苦しくて仕方なくて、悔しくて仕方なくて、とにかく今で言うならば教会の礼拝堂に来て、もう泣きながら、もう言葉にならないうめきで、その心の中を全部吐き出していくんですよ。神様、どうして私がこんなに苦しまなきゃいけないんですか。どうしてこの私がこんなにいじめられなきゃいけないんですか。どうしてあの人にあんなことを言われなきゃいけないんですか。もう神様、私耐えられません。神様、本当に耐えられません。どうしてくださるんですか。神様、今あなたも助けが必要です。今こそ助けが必要です。とにかくカンナの心は傷んでいて、彼女は激しく泣きながら主に祈るんです。短い祈りではありません。しばらくの間、時間をかけて心を吐き出していくんです。その思いのありったけを。でその心を注ぎ出す祈りをする前のハンナさんは、もう食事も喉を通らない、食べたくないっていう状態でした。相当心が病んでいる状態でしたね。美味しいもの食べたくない、何も食べたくない、それも非常に 病気な状態です。心が完全に病気になっています。そのままいくと、もう生きる力を失って死ぬことしかないでしょう。食べなければどんどん元気なくなっていきますから。しかしこの女性が心すすぎ出す祈りをした後、そのアフターが違います。まるで別人になります。目の周りにクマ作ってですね、何匹かクマちゃんがいてですね、右と左に、そしてもう本当にもうどんなメイクしてもどうしようもないような、こう青ざめたような顔、本当に美しくない、もうやつれたような顔になってたと思うんですよ。本当に悩みでもう眉間にシワが寄ってですね、もうなんかトゲトゲした、なんかギスギスした状態になってですね、もう本当にやり場のない怒りの中で苦しんでいました。でもこの女性は、私は主の前に心を注ぎ出していたのですって、そうそう告白するんです。酔っ払ってるんじゃないよと勘違いされて、いやそうじゃないです、私は悩みの心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んでおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたんです。でその祭司さんですね、安心していきなさいと祝福の言葉をかけていただいて、それで帰っていくんですけども、1章18節、サムエル記第1の1章18節、アフターが書かれています。心注ぎ出す祈りをした後の彼女、彼女はそれから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかったと書いています。まるで別人ですよ。帰って食事したんです。あ、お腹空いてきたわ、あ、なんか美味しいもの食べたいわ、あー美味しかった、あー満腹みたいな。その前はどうだったんですか。食事も喉を通らない、何も食べたくない、食事をしようともしなかった、もう食べたくない、どんな美味しいもの出されても食べたくない、もう一言口も食べつかない。でもそれから彼女は帰って食事をした。そう、食べたくないぐらいに苦しい時、ぜひ心を注ぎ出して、あなたの願い事を全部神様に知っていただいてください。そうするとあなたの顔はもはや以前のようではなくなります。神様が全部消えてくださった、神様全部受け止めてくださった、私一人じゃなかったんだ、イエス様だけは私の全てを分かってくださった、もうそれだけで別人になります。旦那さんが変わらなくても、同じような嫌がらせをするような人がいたとしても、環境や状況が全然変わらなくても、まずあなたの心が内側から変えられます。喜びに満たされていく、もうその悩み苦しみから解放されていくんです。そこから抜け出すことができます。その顔はもはや以前のようではなかった。どんなお化粧品をつけるよりも元気はつらつ、このツルツルのお肌若返って、なんか 20、30歳若返ったようなその顔でですね、輝いた顔で、はつらつともうなんかすっきり爽やかっていう顔で、目の下のクマもね、クマちゃんもどっか行っちゃってですね元気になってるわけですよ。何も